チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。いやー、今ね、物価が高いですね。本当に物価がものすごく高いで、今回はコスパ最強もやしですね。まあ、もやしの食べ方だったら大体炒めるか茹でてナムルとかがまあ一般的だと思うんですけど、まあ、ナムルはね、いろいろタレでこうタレで味を楽しむっていう感じですけど、今回ももやし 100% 楽しむ、食べ方、究極の食べ方、もやし、究極のやみつきもやしを作っていきます。はい、でこれもやし今回2袋ね、400g か、これ水、夏はねちょっと氷入れて、冷たい水を用意してください。使う前に水で洗うことでもやしのね生臭みっていうか、そういうのがね残ってるんで、そういうのが消えます。で、もやしのね、これ今回ね、このもやしのね、まあこれは大丈夫か、もやしのヒゲだけ残ってたら切ります。ちょっとね、ヒゲだけないな、これ根切りだね、根切りもやしかな。あ、こんな感じね、芽があってここにヒゲ根がありますよね。このヒゲだけ取ってやる。結構ね、もやしによって根切りとか使えばそのままでいいですけど、このヒゲだけ取ってやります。じゃあこんな感じでね、もやしのヒゲ取り終わりました。まあ、まだちょっとね残ってるかもしれないですけど、まあ大体でいいっす。うん。で、芽はね残しとく。芽がこれ甘みがあって美味しいんですよ。だから芽はね取っときます。ヒゲはね食感が悪くなっちゃうんで取っちゃう。はい、で今回はね、もやしをもう、もやしだけでもやしそのものを美味しく食べようっていう料理なので、できればね、鉄鍋、鉄のねフライパンなどを用意してください。まあフッ素加工のフライパンでも大丈夫です。はい、でも鉄の方がね高温調理が可能なんで、ぜひね鉄のフライパンがあれば鉄のフライパンで作ってほしいと思います。はい、でこれ鉄鍋なんで、よくね焼きます。もう煙が出てくるぐらい温めたら、これでね油ならしですね。油の量がだいたいね大さじ1杯ぐらいです。はい、したらここにもうもやし入れます。これ塩も小さじ1杯入れます。もう最初から塩入れちゃう。で炒める。サッとでいいっすよ、サッと。もやし全体が少しね油のツヤ、油にこうもやしにちょっと油の膜ができるぐらい、サッと炒める。高温でね、この音聞いてください。この音、この音でサッと炒める。はい、もうほんの一瞬です。でお湯入れます。これがね、もやしが崩るぐらい、もやしがちょうど隠れるかなぐらいのお湯入れます。はい、したらもうすぐね、お湯が また再びこうふつふつしたら、はい、もうこれぐらいですよ。これぐらいになったらちょっと酒振ります。ちょっと酒振って、これもうザルに開けます。いや、もう一瞬です。これザルに開けます。はい、よっこいしょいし、これですね。はい、もうこれだけ、これだけです。完成です。はい、じゃあね盛り付けていきます。よっこいしょいし、ちょっとね、もやしが白なんで黒いお皿で盛り付けましょう。はい、じゃあこんな感じですね。はい、究極のやみつきもやし完成です。見てください、このツヤめちゃくちゃいいでしょ。もやしのツヤ、色、香り、生姜とかニンニクとかね何も入れない、ほんともやしと塩と酒だけで、このツヤ見てください。美しいね、パールですよね、パール、真珠のようなねもやしです。はい、じゃあもう早速ね、もうこのね、もやし、究極のやみつきもやしいただいてみたいと思います。はい、チャラリンコトッシー隊長です。はい、ってことでね、究極のやみつきもやし早速いただいてみたいと思います。
ね、中華のね、中華料理の野菜炒めってどうしても家だと、あの火力で作る、こう、ね、料理がなかなか再現できないと思うんですけど、このやり方、最高です。このツヤ見てください。素晴らしいね、色がね。このツヤ最高です。美しい。それではいただきます。うん、うん、これこれ、もやしのね、味がすごいね、楽しめる。うん、うまい。これをね、一度やってみてほしいんですよ。まあ、小松菜でもね、似たようなレシピを前にね、動画出して、それがめちゃくちゃ100万回ぐらいバズってたんですけど、このもやしでやるとね、もやしの甘みっていうか、もやしの味って皆さん知ってます？これで食べると臭みもなくて、もやし自体の味が余計な調味料に邪魔されず、もやしを楽しめるんですよ。うん、ああ、あ、もやしってこういう味なんだなっていうね、確認ができます。最高です。最後にお湯でね、お湯と酒で風味つけてさっと流すことで、すごくヘルシー、美味しいです。でシャキシャキしててね、止まんない。うん、まあ、この料理は、もやしのね、味を楽しむ、もやしの素材そのものを楽しむための料理です。このやり方、ぜひ一度皆さん騙されたと思って一度このもやし炒めやってみてください。もやしの味がこう引き立ちます。で、もしね、食べてすごいね、もう本当超薄味なんですよ。だから余計な調味料が入ってないから超薄味です。で、もやしの味そのものを楽しむことができる。で、物足りない方はちょっと塩と旨味調味料を足してごま油とかかけたりすれば、まあ、いつもの、ね、感じに近づくと思うんですよ。まあ、でもね、一度このもう本当シンプルに塩と酒しか使わない、もう待ちっけなしのもやし炒め、やみつきもやし、やってみてください。最高にね、もやしがうまいですよ。やみつきもやし、美味しそう、やってみよう。気になると思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。それではチャラリンコじゃんけん、さあいくよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコチョキ。はい、今回はね、ラブ&ピースです。世界に平和を、ラブ&ピース。それではまた見てね。うまい、冷めてもうまい。